の温度感に合わせようと思って一回まず飲みましょう。今日飲んでないのまだ。飲んでないわ。よういわいつも飲んでるやんけお前。いつも飲んでないんだお前。暇ばっかり飲んでるやんけお前。ちょっと前ちょっと前や。もう税金も払わずな文句ばっかり言ってるじいさんばあさんも早死んでほしいなもう。個人的な意見です。でこれさんまさんとその喫煙席で室、うん、喫煙室がなくなるっていう話を。崩してて、タバコなくでも知らへんやん。水はなかったら死ぬから。なるほどな。 お前それサマさんに入れるか分からない。これサマさん見てはるやろ。あの可能性あるよ。見たかお前。何すか何すか。あれお前人に言われへん関係の2人やったやないかお前。せやそれお前。俺らみたいな不倫のプロじゃないんやから。誰が不倫のプロやん。いやせやろ。だから完全に不倫やん。完全にそうやん。どうも宮迫です。そして誠司です。よろしくお願いします。お願いします。さあ今日はですね、はい、浅草なんですけども、うん、前回オイスターズってねお三連中で浅草来たんですけど、その時裏通りを、うん、メイン通りじゃなくて裏通りをブラブラしようみたいなことをやったんですけども、今日はちょっとですね、絡み酒、というかでいろんな素人さんとね、うん、がっつり絡んで喋ってみようかなと思って。ああええやんか。この間濃い素人おるでしょ。まあまあね、大阪やとね、うん、歯の抜けたおじさんがたくさんいるんでしょうけど、うん、今もだいぶ綺麗になってるからね。いやもうびっくりしたね。びっくりした。昔を考えるとこんなだからなんかこれそれ、うん、いつのイチローがメジャーにおった時のキャップなんみたいな、もうしいつのやつみたいな、死を吹きまくったやつね。あれかぶってるおっさんっておらへんもんな。せやねんな。まあまあそんな人に出会えたら面白いですけども。これがホッピー通り。これいわゆるメインのなんかホッピー通り、飲み屋通りですね。大阪もそうやけど、うん、昼間から飲み屋やってるところの女性ってみんなかっこええよね。それはお前だいぶ語弊あるぞ。いやかっこがよろしい方が多いよね。多いというか目につくんかな。気になるだけじゃん。あとあチャリンコとちょっと一回さっき飲もうぜ。このほら皆さん呼ばれてる。あなるほどな。どなるほどな。こんにちは。そんなあった。そんなあった。いやこうやってあるから、この温度感に合わせようと思って一回まず飲む飲みましょう。いやいやいや飲まなきゃ、お母さん飲まなきゃダメですよね。酒くさ。俺らも飲んで追いつかない。追いつくわお母さん、まあね、お姉さんかお姉さん。ちょ追いつくからね。追いつこう。お姉さんすいませんいいですか。ありがとうございます。すいませんちょっとじゃあこう座ろうか。おう、いいですか。すいません。いいですか一緒に飲んで。いいよいいよ。お腹ペコるよ。あれ今日店休みだ。何のお店や。美容室。美容室やってんの。もう美容室の従業員さんってこと、はい。ママと娘。あママと娘。そう。あそうなんや。お母さんとお出てんじゃんさっき。あそうなんだ。えでさっきちょろっと聞いたら、うん、元力士で。そうなんです。あでも体格がまさにそうね。145キロです。力士時代より増えてます。力士の時120だよ。でどれぐらいやってたんですか。どこまで行ったとこあるんですか。全然2年間しかやってなくて、うん、全然まだ下の方だよ。なるほどじゃないですけど全然。ほんま相撲出るもん。ほんま大変やな。飯食えるのが一番やもんな。そうですね。力士からなぜ美容室になるの。もともと美容師になりたくて。美容師になりたかったら力士に行った。力士に行ったんです。おいちょ言いたかった。初めて言うことしたよ。スカウト。この体で柔道やってたの。そう。これは一旦乾杯しよう。乾杯。乾杯。ありがとうございます。本当だよね。あ、うまい。あ、うまいね。飲めるよ。美味しい。すごく自然。メッセンジャー黒田が人どついた後こればっかり飲んでたな。まあまあ事実やけどな。酒飲んだからまたどついてまうから。そうそうそう。人どついた後南警察から出てきた後こればっかり飲んでたな。これは酒入ってないから。うん。な黒田な。そうそう。懐かしい話やな黒田な。もうみんな覚えてないからもう忘れさせてやるよ。いやこれ見てふと思い出す。あと人どついた後こればっかり飲んでたな。なんか揉めてな。あったあった。
関西でホッピー流行ったの黒田のおかげや思うて。いや違う、さっきねんか、だからそのスカウトは分かるけど本当は美容師さんになりたかった、そうですね、ずっとだからその高校卒業したらもう美容学校に行く予定だったんですけど、もうその高2ぐらいから声かけいただいて、でそこからもう1年間ずっとなんていうのかな、来てよみたいな感じ で、ね、焼肉とかごそうなったらしいのよ。もともとつながりはあったの？そうですね、この子のママが私の最初の弟子なんですよ。そうなんです、弟子、あ、そうなんです、美容師の、美容師の、はい、あ、じゃあお母さんが美容師さんやったからその流れで美容師さんだ。そうですね、そう、はい、それで、で、うん、このでかいから普通の美容師取らないでしょ。まあ、でも私知ってるから、ほんとだから裏なんか入るとこんなお腹引っ込んだって通れないんだから、ね、それお互い様みたいとかあるんだ。 やめろ、俺も我慢しててんのよ、何言うねん。いやいや、みんなが気になってるから、みんな見てる、みんながそれ気になってるから、それ一番になって喋るの俺やん。分かってるよ、あのそれはそうやん。そうか、あの力士、元力士って言われた時点で雰囲気はちょっとなんとなくあの同じくくりなんやなって思ってしまった。だから誰かが猛烈にちゃんこ作んのうまいとしか思われへん。だからお母さんがあの弟子って言ったから、うん、力士の弟子のことチョキチョキかチョキチョキの方の弟子、チョキチョキかマンパが合われへんもん。だからもう余計分かれへんやろ、もう余計分かれへんやろ。めっちゃうまいやこれ、うまい、うまうまいよねこれ。ほろほろとろとろ。あ、そうですよ、この辺がね、そうやね。お母さんタバコとか吸う？吸わないの。なんか吸う？あ、大丈夫です。吸わへん。新幹線の喫煙席なくなったよ。あ、来年からでしょ。あ、来年からなの。あ、そうなんですか。来年の春、来年の春なくなんねんけど。タバコって絶対体に悪いって分かってるやん。分かってるわ。なんで吸う？アホなんじゃん。ほんでその子でお前もう5本ずつぐらい吸いそうな顔してるくせにしてて何言ってんねん。いやほんまに思うねん。絶対体なんで。ほんでなんか健康のためにとか走ったりしてんの、筋トレしてんの。頭おかしいやん。まずタバコやめろや。いやだからあのやめたらええってのは分かってんねん。でこれはさんまさんとその喫煙席って喫煙室がなくなるっていう話をずっとしてて、ほんであのあそこが座席になるんやったら分かるよ。なんで、ね、役立つもんになるんやったら分かんないけど、なんか分からんけどうっすら聞いた話では水を置く場所みたいな。じゃあそうやろ、タバコなくても知らへんやん。水はなかったら死ぬから。なるほどな。 お前それさんまさんに入れるか分からん。これさんまさん見てはるやろ。あの可能性あるよ、マジで。さんまさんあの関わってる後輩のやつをほとんど見てはるから。だから俺行けやから。だから保険も同じ金払わなあかんのおかしいと思うんだよ。タバコ吸うやつとタバコ吸わへんやつの保険料が、はい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 、あ、今変わってきてますよ。変わってきてんの今。そうなんや、変わってきてるわよ、ね、あと銀行の融資も喫煙所のある会社に融資するときと喫煙所のない会社、要は禁煙の会社に融資するときはやっぱり社会福祉の問題で、あの銀行は要算金貸さなあかんの、あの喫煙ルームのない会社は。そういう風に変えていかない、色々。だからタバコ吸うやつ全力で迫害していこう。もう今から灰皿出されたけど絶対吸われへん。どうぞどうぞどうぞ。いやいや、あ、吸わないです。あ、吸ったこともない、はい、そうですね。この人は一回もない。なんじゃないですか。私はね、過去あるでしょ。もうタバコ吸い顔やもん。そうだよ、うん、でもね、香水せやもんな。あのもうフィルターのギリまでこうギリまで行くと行くとあっち行って言いながら、ほんでなんかもう探してあの爪楊枝で刺してこう自転車のしけもこうこうそれってせやで。お母さん やめたんや。なんでやめたん、めんどくさいの。あー、でも俺も一緒、何年か禁煙したことがあるから。禁煙してる時ほんまに臭いもん。せやで、ほんであの喫煙者やったやつほどタバコ吸うやつにうるさいやろ。そう、俺もそうやから。でも私はうるさくは言わないよ、吸う人に対して。僕もあの
やめてたんですけど、なんかいろいろちょっとあの猛烈なストレスがかかりまして、ちょっとあの復活ありがとうございます、ちょっと復活してしまった状態です。ちょっと今気づいたけど、ホッピー用な用さ焼酎だから。今日飲んでないのまだ。飲んでないわ。用意はいつも飲んでるやんけお前。いつも飲んでないんだお前。昼間から飲んでるやんけお前。ちょっと前、ちょっと前や。いやちょっと前、最近やんけだ。最近ちょっと体壊して飲んでなかったから。あたかも飲んでる。あいつのよう。ホッピーすごいな。もう酔ってる皆さん。いやホッピーすごいね。おいしいやん。これな、何焼酎。そうです。ケミアよ。あ、ちなみに美容師歴50年なんで、半世紀。え、いくつな、いくつって聞くの。美容歴50年って言って、中卒でやったとしたらもう65やんか。すいません、69歳です。あ、それは若い。若い、元気やな。若い若い。え、まだまだ店立ってんの。もちろん。すごい。どうやってな、こうやってな、あのちゃんとな、税金払ってるな、あ先輩はな、長生きしてほしいけどな、もう税金も払わずな、文句ばっかり言うてるじいさんばあさんも早死んでほしいな、もう。個人的な意見です。ここは政治の個人的な意見です。インボイスも始まりました。インボイスも始まってもう大変や。お前人のチャンネルはもうで暴走しちゃって。あの政治さん大好き。そうずーっと言ってる。そう、変わりもんだから大好き。まあ変わりもん分かるもん。まあ俺はえ俺のことはえううやれだって大阪まで見に行ったんだから。何この子ずっとあのお笑いが大好きで、一人で夜行バスで、大阪まで見に行って。あの宮迫さんがもう活躍してる時はもうね、吉本ベースとかああいうはい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 、ね、そう、あのそういうのなかったし、あれあったし、あれだってでしたけど、見てましたよ。年代的にはそうか。もうだいぶだいぶ下の後輩もお世話になってます。ちょっとあのお品書き安いんやろ。トークの、ああトークの喫煙ルームもあったね。ハロウィン、渋谷のハロウィン、うん、見た。今年のハロウィンはみんなどう思います。あの規制がいろいろあったでしょ。あ、もう各芸能人が困ったと思うね。芸能人、うん、うん、渋谷のあの賑やかやった時はみんなメイクして、うんうん、芸能人が唯一芸能人同士でバレずにデートできる日やったんやね。そっか、そうだから芸能人山ほどメイクしてまみれとって、あれお面かぶって。そう、まあ、たまたまそのハロウィン当日に、はいはい、あの店行って、もちろん何人かやってんねんけど、うん、やっぱもう全然違うよね。いやだってあんだけ報道されたら、うん、あの田舎もんやろ。やってんの、うん、だから車こんなあのタイヤがこうでグニグニになるような車で突っ込んだ人やつおったやろ、うん、あれも北関東のやつやろ。じゃあ それがうちの店のまんまよ。ああ、バイクバイクを突っ込んで、あ、ウィリーしたやつ。ウィリーしたやつ見たよ、迷惑な。そうそうそう、だからハロウィン関係あるやん。田舎も東京出てきて田舎すないよね、ほんまに。仮装してるわけじゃない、ただのライダーがウィリーしてうちの店のまんまよで事故るやん。前がんせえよ。結果、すんごい人は来るけど商売的にはすぐもうマイナスやつ、マイナスやから困る。だから渋谷が潤うんであればさ、うちとしても店やってるからありがたいけど、そうではないんであればまあ困るよ。ただ狛江のお店とかそういうんじゃなくて、地元のじゃなくて、大きく例えば衣装とかいろんなものを淘汰すると、イベントごとで一番儲かるのがハロウィンだって。ドンキホーテとかね、うん、っていうのはやっぱりあのカップルじゃなくても参加できるから。クリスマスとかそれ以外のイベントってカップルじゃないとダメやけど、唯一カップルじゃなくて友達だけでとかうわーできるのがハロウィンやから。俺だから居酒屋やってる時すっごくハロウィンに力入れてたもんね。うん、ありがとうございましたね。あ、どうもありがとう。楽しかったです。マジで。ありがとうございます。いやー、あかん。
ホッピー聞くわ。わーっとするな。ほんまに。なんや。あの安く酔えるいうのはよう言うたもんやわ。せやな。なあ、ほんまに。ほんまお店の中の人とトークしようっつってたんやけど。まあまあ。あの逆難されたから。そうやな。しゃあないな。モテる二人が歩いてるから。モテモテでした。さあ、モテる二人が歩いてる。モテモテ。でもモテモテやったんやけど、結果ね、誠司の方がモテて。モテ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 。俺もうショックやわ。そんなことある思った。でもやっぱあのほら海外行ってたやつ、うん、あの番組、うんうん、あれやっぱうちの嫁も好きやったもんな。あ、そう。誠司の海外ロケやっぱおもろかった。ああ、ありがとうございます。もう普通の人じゃできひんロケやから。これ見て、これ。え、多分差し入れやるな、これ。差し入れ、劇場とかでも差し入れで固定ちゃうのこれ、みんな。あ、すごいすごいすごい。普通にロケ来てんのか。似てるのさ、いじきちゃん、行列のアシスト。もう二度と会うことないやん。おい、確かに。あ、だ大輔も来てるわ。あ、ほんまや。あ、鈴木拓も来てる。あ、え、みんな来るな。あ、秋山も。秋山、めっちゃ来てるやん、友近も。え、なにこれ、知り合いばっかり。グッサンも来てる。え、知り合いばっかりやん。だから ここでみんなロケやったんやろな。ドラマロケでも帰ってますね。そういうことやな。うわ、みたらし食いたい。だから、え、いいじゃん。食べたらみたらし食うていい。俺じゃあこの海苔団子これ1本ずついいですか。はい。うわ、うまそう。ここみんなやっぱロケで来るんですか、よく。ロケで来ますし、個人的にも。あ、やっぱそうなんや。あ、そうなんや。差し入れで知り合いだらけ。住田さんの横、兵頭由紀さん、なんか似てんな。なあ、これ歩きながら、ええやんか。ありがとうございます。多いな、数。入っていただいた。俺すごい。え、マジですか。うわ、ありがとう。うわ、ありがとう。これ評判いいです。ありがとうございます。あの、サイン書いた俺で。ありがとうございます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 。あ、うまい。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 あ、ちょっと焦げ目が香ばしくてめっちゃうまい。うまいな。うん。これ流行るわ。なんかいろいろ激辛ホルモンだから、ちょっとシャレてるのか。この電気ブランいうの飲んでみたいやん。出た、浅草ですね。浅草やんか。どうや、電気ブラン。これ飲んだことあんね、昔。酔うぞ、確か。飲んでみようや、電気ブラン。うん。なんか一緒に飲みそうなお客さんいますか。外で飲む、中で飲む。どこが一番飲みやすい。とりあえずそこか、あの角か、あの角。あの二人が別に問題なければ、映ってええ関係やったら。電気ブランソーダをちょっと呼ばれましょうよ。あれ、違うっすよ。え、二人でしっぽり飲もうじゃないですか。違う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 見たか、お前。なんすか、なんすか、あれ、お前。人に言われへん関係の2人やったやないか。お前、せやぞ、お前。俺らが来た瞬間、カメラまた帰り出した。男女の2人が見ましたね、今。男女の2人消えたやろ。完全にそうやん。完全に上司と部下と。そうやって。ほんで、あのな、部下もな、一時の気の緩み。気の緩み、わからん。わからんけど、まあそうなってもうたんや、お前。せやで、お前。あそこですね。あー写す、もういないから。痕跡を写すな。お前ちゃん編集ちゃんせえよ。写ってないと思う。写ってもちゃんと俺らがメニュー見て電気ブライン言うてる時のうわあの、あの空気、あれはあかんやつやろ。そうそうです。向こうは俺らみたいな振りのプロじゃないんやから。誰振りのプロやろ。やせやろ。はい、カメさん、この電気ブランっていうのは何なんですか。いろいろなおしゃれ。ブランデー。ブランデー。こんな直径なもんすか。俺あのなんかほらカウンターで飲むとこは なんかもっと濃いやつ飲まされてた。あ、これもうほぼハイボールやん。あー、まあ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 。あ、飲みやすい。おいしいおいしい。全然飲みやすい。ええわ。電気ブランは神谷バー発祥みたいですね。なんで電気ブランなんて名前なんやろな。電気走るみたいなことじゃん。
電気が珍しい明治の頃、ハイカラの物々がこう監視を集めてました。で、そのそういう強いお酒でその感じが電気とイメージがなぶったので、焼きブランド、なんでもウルトラウルトラ言ってた時代やな。あ、まあ、そうやな、そういうことやな。そういうことか。ジンとワインとキュラソーと薬草が入ってるんですよ。あ、混ざったんだ、はい。なるほどね。その分量は今はまだ秘伝、まだ秘伝。神谷バーはな、はいはい、あー、だから神谷バーのやつを真似てそれに近しいものということだよ。そういうことなんや。あ、だから酔うわ。え、めっちゃ酔うやんこれ。酔うよ、それだけで。おう、酔う、ちょっともう電気や、カメラ止めてくれ。違う、これ電気や、そうなると思ったんですよ。電気や、なんとなくこれ電気や。お前若いやつがな、おっさんを傷つけるな。感謝せえよ俺に。ほんま南アフリカの日本人イメージ、イメージ、なんとかなんとか守った俺やから。ダメだこら。負けそうな時も